大告知。YouTuber っぽくね。皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんはお正月どのようにお過ごしになりましたでしょうか。私はですね、ほとんど出かけられることもなく、会いたい人にも会えずっていうお正月だったんですけど、すごく自分と向き合うことができたり、新しいことも小説を読み始めました。最近は料理もまたなんかちょっと家庭的な料理とかやっちゃったりなんかしちゃったりして、すごく有意義な時間を過ごせました。2020シーズンは一人泊まりと向き合うシーズンでしたね。前回の動画で野口選手の話とか振り返っていますので、こちらをご覧ください。で、2021年は気合い入れて髪の毛切っていくかと思ったんですけど、どうこれマッシュとかにしたいんですって言って相談したんですけど、黒だよね、どう見てまあそんなこんなで、今年はどんな年にしたいかというところを話していければと思います。はい、というわけで、まずはじめに改めまして、私 AC 長野パルセロレディスとの契約を更新いたしました。今年もここでプレーすることになりましたので、応援よろしくお願いします。契約更新のご報告を皆さんにここでね、元気いっぱいできることは嬉しいです、本当に。なんですけど、この決断をするまでにはかなり悩みましたし、葛藤もありました。この YouTube でアスリートの就活っていうのをやってきたんですけど、昨シーズンでかなり同世代が引退していきました。私の中では結構気持ちが揺れ動くものでもあったりしたんですけど、その中でじゃあ自分はどうなんだろうっていうところを考えることによって、自分の中の優先順位がはっきりしてきたのかなと。というわけでですね、2021年の私のテーマは、ドゥルルルルッドゥン、ウェルカムニュートマリーです。新しい泊まり手法を追求していきたいと思います。詳しくはまた別枠でお話ししたいと思います。長野のサポーターの皆さん、いつも熱い応援をありがとうございます。今シーズンもですね、私爆走したいと思いますので、それをできるために今現在自主練に取り組んでおります。今シーズンはめちゃくちゃパワーアップした泊まり手法を見せられるように、ぜひ応援と泊まり手法にご贔屓をよろしくお願いいたします。皆さん、ここで告知がございます。2月21日日曜日に決起セレモニーを行いたいと思います。決起セレモニーって何って思ったと思うんですけれども、私の2021年頑張るぞっていう抱負を聞いてもらう場、そして、昨シーズン全然皆さんと交流が取れなかったので、プレーの場を設けたいなと思って決起セレモニーとして開催したいと思います。残念ながら私一人なんですけれどもそこは申し訳ないですそのセレモニーを行うにあたって、皆さんからの質問やメッセージなどを募集したいと思っております。そしてプレゼント企画も考えておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらありがたいです。そして私もすごく楽しみにしているので、やりたい、やりたい、絶対にやりたいんですけれども、実は、それを YouTube ライブでやろうと思っているんですが、1000人必要なんです、登録者数が。そして現在643人、致命的。皆さんご協力よろしくお願いいたします。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。YouTube ライブや登録者数の進捗情報は Twitter で随時報告いたしますので、皆さんチェックよろしくお願いします。というわけで、じゃあねー。